チャンネルインクルージョン痴漢ね痴漢痴漢痴漢どこ違う逮捕逮捕警察は違う何だっけ時間ですお仕事ごめんですかみちかですふわふわしてますかみさこですまんじゅう作ってますかちひろです皆さんいかがお過ごしですか私は今仙台市青葉区中央にあるアートインクルージョンファクトリーに来ていますいやまた暑くなってきたね夏、はい、再来ですか秋です秋、ね、秋といえばお月見の季節ですよお月見といえばすすき近いもう一声まんじゅう来たということでね今日はあの長町のあそこ行ってきましたよね、はい、あそこねはい、もうちょっとなんだっけまんじゅうでいいまんじゅうといえばほーねまんじゅうほーねまんじゅう行ってきましたよね行きました、なんとご主人が今日70歳の誕生日おめでとうありがとうございます、ね松本博さん ね、はい2代目店主ですけど、はい、お店の方は今年60周年、はいその前身であるね杵屋から数えると、まあ、70周年というかね、戦後間もないところ、五ツ橋でお店を始め、はいその後畳屋町国町そして長町と転々としながら、法然まんじゅうの礎を築いたそしてご主人は、なりたくないのにまんじゅう屋に入りそして50年間毎日まんじゅうを作ったで今日は何してきたんですかまんじゅうを作りましたすごいねどうやって作ったんですか手でやっぱ手作りですよね、うん、今いろいろ機械とかね、うん、ありますけどやっぱり基本は手ですか手です、はい、手のぬくもりが、うん、あなたの愛が、うん、自分で作りました愛が入ってました、うん、はいたっぷりとね最初に粉手につけましたよね粉をつけ て、うん、そしてあの生地をねちょっと伸ばしてその中に身あがこを乗せてやりました作りましたそれを大切に包み込むようにインクルージョンするようにと、うん、その時心の中で何を考えてましたあの人のことを思い浮かべながら誰を思い浮かべてるのかな秘密ね、そして、まんじゅうが皮で覆われましたと、はい、そしたら次はどんな工程が待ってましたっけあの地獄の豪華で焼くとボー、ね、マッチで火をつけたボイラーに火を入れてねそして15分間蒸し上げましたと、はい、さあ15分経ちました、はい、バーッかわいいかわいいおまんじゅうがたくさん出てきましたね出てきましたね、でそれがこれですこれですわあ、自分が作ったまんじゅうどうですか上手にできました本当ですかはい上手にできたラジオで見えないからってわからないよいや本当にね、うん、白と黒の白と黒の桜ちゃん的に桜ちゃんヒロさんが飼っていたというパンダウサギ的なものが出来上がりましたまんじゅうが苦手だというみさこさんどうですかまんじゅう作ってみて楽しかったまんじゅうが好きになりましたはいまんじゅうファンが一人増えましたね、ということでね、法然まんじゅう、今日撮影したものはどうなるんでしょうかお腹に入るのお腹に入るそうじゃなくて今日ビデオを撮ってきたじゃないですかみんなのね、これをこの後法然まんじゅう PV として作りたいと思いますはい CM そうそうそう法然まんじゅうにね、もっともっと人に来てほしい、法然まんじゅうの美味しさをみんなに伝えたい、来るかな来るよじゃあ法然まんじゅうの美味しさをちょっと口で伝えてくださいはい美味しい口でっつってんのに手話してどうするんです
ということでね、とても美味しい骨まんじゅう、スタンダードな田舎まんじゅうは90円、はい、その他黒糖まんじゅう、ね、かりんとうまんじゅう、味噌まんじゅう、ずんだまんじゅうなどなど、豊富なラインナップで、あとね、涼しくなるとチョコまんじゅうも登場しますね。うん、いつかね、うんうんうん、いつかね。あとね、9月中はね、ゼリーあったよ、美味しいね、見ました。あれもうすぐね食べられなくなるんで、そうだね、今日ね僕買い占めてきました。あ、そうか、ね、うん、お家で食べるんですよ ね、 あれはね、3時のやつに食べるんです。3時のおやつに食べるんですよ。ということで、まんじゅう、骨まんじゅうみんなに言ってもらいたいということで、今日はお別れいたしましょうか、はい、それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。